さあ、はい、ガールズサイド復活でございます。途中から始めるの一回俺ら死んでた。一回セーブして再開でございます。再開って言いたかったの。地獄から蘇ってきたぜ、鉄子が。鉄子は終わらねえ。見てろよてめえら。うるさいな、人の上げ足取りやがって。前回先輩がね、なんかわたわた時間がねえ時間がねえって言って帰ってきたから、まあ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 、やるべきことは日曜日にお花火に誘って、うん、はいはい、で14日に海誘って、うん、それ以外はもうただただ鉄子を鍛え続けるという。そうね、あの浴衣とビキニは買ったからってことでね、うん、まあとにかく夏の楽しみをね、迎えるまでに、うん、あのちょっとでも体をきれいに磨いていきたいなというふうに思ってます。そうね、もうまあ結構デートはもう行ってるからね。うん、それ以外はもう能力アップに勤しむ、うんうんうん、まあローズクイーン目指さなきゃいけないからね。そうよね、まああと普通に進学できない可能性もあるし。いやそれもそうなんだよな、調子悪い。調子悪いね。しまった、今あんま星見てなかったかも。ああ。星はどんな感じや。あ、行楽良くないね。恋愛も良くないな。健康がいいのか。健康はそんなにもういいよな。結構鍛えたんだ。まあ、でも健康ももうちょっと上げときたいかもな。あ、ちょっと断られるかもしんないけど、うん、ただ今日誘わないと花火いけないので、はいはい、せっかく買った浴衣を確かにな、お見せしたいので、なんとかここには来てほしい。このイベントにぶち当てた時、うん、断られることあんだっけ。まあ、あるあるある、全然あるよ。その日じゃないとダメなの。ダメ、これはオッケー。なら開けた。ゲイ了解、まあ、よしよしよし。これさ、恋愛運が悪いとさ、うん、なんか選択肢もちょっと微妙だったりすんのかな。そんなことは関係ないのかな。これはね、ガールズサイドを何作やっても謎。まあ答えを得ないままここまで来てるからね。これ開発チームも全員には知らされてないらしいぞ。そうなんだ、仕組みがね。うん、制作チームは知っといた方がいいと思うけど。なんで知らないパターン。制作チームもなんか、よくわかんないっすよね。偉い人一人とそれを司っているエンジニア一人ぐらいしか知らないらしい。よくわかんないけど、まあまあでもやってます僕たちって。だから攻略本書こうにも書けないんだよ。もうこれさ、雰囲気重視でさ、はいはい、まあでも若ざり一は持ってきたいな。ラッキーでもなんだっけ、シックの方が嬉しいか。確か若ざりが、ああじゃあシックの方が嬉しいんじゃない。これでいこっか。うん、オッケーオッケー。こんな嬉しい、嬉しょんでしょう。これはもうあった瞬間さ、先輩嬉しょんでしょう。うわーかわいい。100年の声もせ、犬系男子ってそういう感じなの。そのなんだ、おー、遅れて似合ってますね。まあそれでも悪かった、うん、これ花火大会だよね。花火大会今日大丈夫かな。でもなんだよ、近くのスタジアムでアイドルのイベントとかやってたら帰りこれ帰宅難民になる。まとわりつくな。いやまあまあまあ、まあ、アイドルイベント一緒にやってると そんなあるだろう。大丈夫でしょ。だったらもうこの時点でここら辺人いっぱいなってるでしょ。あ、これぐらいまばらだったらそんな大丈夫だよ。まあ、あと設楽くん最悪ヘリ回せる。そんなだっけ。そんな太かったっけ。ボッチャバーってバタ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 おい G まだバッサーってまた落としてもらって、ま、さ、捕まってっつってみんながぎゅうぎゅうに列並んでるのに、はしごを回収される前にもう飛び立ってほしいよね。ぶら下がった状態で帰りたい状態で行くの、あれロマあるよね。いいんじゃないか。お、夏らしくて。ああ、いいね。お前の手柄じゃなくて。ちょっと。味方のおかげだけどな。ちょっと直視できてないじゃない。目のとこブスッ。ねえ。恥ずかしがっちゃう。よかったー。目タッチしたら目タッチ。さすがに賑やかだな。これ浴衣デートようやく3年越しに叶いましたね。設楽先輩カラコン入れた？前から赤だったっけ？大学デビューでカラコン入れるか？花火まで時間がある。なんかそんな軽い男だったっけ。離れるなよ。目のとこ。俺だけにしとけよ。そういうの。はい、ごめんなさい。本当だよな、これ。他の男の目触ったら怒られるからね。男に限らずよ、そんなの。あんま家族でもやらない方がいいよ。チョコバナナ。チョコバナナ？はい。見るの初めてですか、チョコバナナ。見たことなくて悪かったな。要するに。ああ、まあ講義で言うとね。講義で言うとバナナもチョコに浸してるから、まあまあ。はいはいはい。そういうことになりますね。
食べましょうか。誰が食べるか、あんなもの。あら、それより品がないって言われちゃった。場所がなくなる。ちょっと待ってくださいよ、チョコバナナ屋さんに失礼じゃないですか。いや、これはね、今度本当は食べたいやつなんじゃない。あー、 G に G 全部 G。 ヘリの運転も G だし、坊ちゃま料理も G。 チョコバナナでございますか。わかりました、私勉強してまいります。大丈夫です、この G。 フランスのパリで三つ星レストランを経営していたこともございます。フランスのパリの三つ星レストランでチョコバナナ出てこねえだろ。G すごいな。G 何でもできるから。血だらけの G は何でもできるから。ああ、なんかそういうサイドストーリーありそうだ。そろそろ。でも G から、坊ちゃまは、ああ見えて人一倍心が繊細なお方。確かに。徹子さん、あなたが坊ちゃまを支えてくださいね。一人だけ呼び出されてね。そうそうそう。スタッフ先輩のいないところでそれ言われんだよな。G7 イベントがあるから。ああ、ずっと G 見てんだろうな、どうせ後ろ、影とかから。いいねー。ぼっちゃまー、お楽しみいただけてますかー。ボッ、 G が玉入れてる。ぼっちゃまー、 G が玉入れてるぞ、この日のために。だったらあの、バカ先のバーン、シタラ君、ラブ、シタラ、テツコ、ラブ花火。シタラ先輩、あれ何、え、あの花火なんだろうなって言って。ぼっちゃまー、見てらっしゃいますかー。 G、 余計なことを。てか、そうなるとさ、弾詰めるだけじゃなくて火薬詰めるのも G やってるから。静電気一発起きるだけで大爆発起きる。 G 何でもできるから。したら G は何でもできるから。火薬玉まで作っちゃう。なんだろうな。花火の形が崩れちゃう。ま、それかな、花火の心配をするっていう。これぐらいなら大丈夫ですよ。そうか、いや、なんか冷めてるよな。あんまりなんか話に乗ってない感じしないか。髪が乱れちゃう。それはなんかちょっと花火、花火関係ないしな。なんかどこ気にしてんだよ、ね、でもさ、髪が乱れちゃうって言って、乱れたお前も素敵だよって言ってほしさない。あー、まああるね。それか、乱れないようにしてやるぜっつって、あのポケットからバリカン取って、じゃーやるかって。え、何、ほら、野球部の3年、6ミリだったら乱れないだろ。野球部の3年じゃん。シャワーも2秒で終わるぞ。野球部の3年、無理やり、そうなの、無理やり1年をバリカンするで、そうなの、おなじみの野球部。野蛮だな。髪が乱れちゃう。発乱、あ、これは困ったな。 G、 お任せあれ。てめえでやれよ。原宿のカリスマ美容室で働いていたことがありましてねっていう。 G 忙しすぎんだろ。 G 呼ぶ、呼ぶか、発乱で行こうか。G 呼んでみるか、うん、髪俺意外と悪くないと思うんだよな。本当に先輩、髪、髪のことを気にしてはいる。あ、気にしいだから寄り添う系でいいのか。発乱行くか、発乱行こう。発乱、やっぱり気になるんだな、そういうの。ほら、あ、ほら、いい感じじゃない。ほら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 、ほらで髪触ったる。別にお前は見てない。花火を見てるってことね。今日みたいなのも悪くないな。そう、だから設楽先輩のためにせっかく髪セットしてきたのにっていうニュアンスですこれは、ね。また誘え。どうした？こっち側も切る？もうちょっといてもいいかもな。やったぜ。おお。ここまで来たら遅らせろ。ありがとうございます。途中で放り出すのも。これあれ？帰り道？あれだ。なんだよ。またでもこの間やったばっかだから。あ、まあ、だから普通に家まで送ってくれるっていうあれか。そういうのはなしだ。すいません。とりあえず。すいません、今で送ってもらっちゃって。ほうほう、まだまだできる。鼻筋を引き、それ。いや、もうそれ日本だと、これ日本だと意味が違う。世界の意味もわかんないし、日本の意味わかんないよ。鼻の穴に鼻って一回反ってから上にピュってあげるやつ。これ見たことない。これの意味俺わかんない。なんか日本もわかんないし、外国もわかんないんだけど。参考にちょうどよかった。どうなんだろうね。じゃあな。設楽さんに送ってもらっちゃったな。これ当たり前になっちゃってるな。アメリカ来た。はい。やられっぱなしは性に合わない。今に見てろよ、私の鼻どうなっちゃうの。あ、そっちさ、鼻をやってくるってこと。喜んでくれたんだ。こっちもドキドキさ、向こうからドキドキさせてくれるの楽しみだ。いいね、うまくいったね。ちょっとビキニ、ビキニ行きましょう。ビキニイベント、うん、月曜だからあれか。ね、まあ、運動100行きたいけど、まあまあ魅力だな。魅力まだ頑張ろう。おかげでちょっと全体能力が悪くなく上がってきた感じはありますけど、ね、そうね、なんか平均以上にはなってきたのかな。ね、で、ここはデート。はいはい。これもさ、なんかあんま落とせないよな、はい、落とすと。なんだ
あ、ね、もう落としたら確かに海行けなくなりそうです。そうだよね。で海行けなくて水着どうするってなったら温水プールの藤山嵐しかいねえんだもんな。それはちょっと気まずいな。そうだよね。海その日じゃないとダメ。あなら開けとく。来た。了解。ついに海。そうね。したら先輩の水着だなんて。これ青の洞窟じゃない方がいいよね。そうね。あの浜辺でビーチの方が良さそうね。はいはいはい、うわあちょ。水着の準備めっちゃしてもう。いやもう最高。乙女だもん。平日全部成功。うわ運動と気配りだな。ここまで上げられるか。体絞って。いやー、可愛いの描いてよかった。これはよかったよ。これスクミズじゃあもうちょっとよ。これはもうセクシーよ。うーん、逆に玉尾先輩はスクミズの方がむしろあれ。セクシーよねーよ。セクシーよねー。あ、あ、危ね。あ、え？あ、あ、ごめんなさい。私もうこの時点で水着気合い入れてきちゃった。早く。いや。なんだよ。俺がわざわざ早く来てやったって。ありがとうございます。そんなわけないだろ。いや前回あれ夏ってシャツだったっけ？ちょっとだったんじゃない？ああ、なんかちょっと浴衣の後に見たから、これもまたよし。なんだよ。第2ボタン渡しにください。近いんだよ。あれもらってるやん。すごいな、これもう一発目からこの。着替えないとな。ね、このあのフルこのままフルタッチが許される。確かにね。前もう左のやつがあんまりだった。私が脱がされるから。まとわりつくな。その困るだろう。なんでだよ。さあ着替えてちょうだい。なんだ。わあ、いい。あ、いやこういうのあるよ。これいいですね。これありありあり。水着がいいんだな。うん。お前はいつも通りだろ。あ、水着も喜んでくれてんじゃないこれ。やった。この水着気に入っちゃったみたい。おいいね。クリスマスパーティーもこれで行こうか。ビーチ行きましょう。ビーチ行こうや。膝して倒れたらお前のせいだぞ。あんまり得意ではないのかな。これあんま好きじゃなくても行く。うん、まあ先輩の裸見える。いやだいぶイントゥーブルーはねダメだと思うんですよ。まあそうだね。なんていうか、うん、体が塩気になる。まああと焼けちゃったりとかもね。待って、紫外線対策します。もう、うん、やっぱお前気になるんだな。いい感じはある。あ、そうね、うん、真ん中か下だと思うんだな。花火大会で行くんだったらこれになるよね。そう で, なんかでも B 級グルメが好きなんでしょ。いやそれあれでもさ、あんま意味なかった。あいつガセつかませてきたじゃん。はい、ミオちゃんだっけ、カレンちゃんだっけ。ミオちゃんがね。ミオちゃんか。ミオちゃんもだから設楽先輩狙ってる説。狙ってないよ。何やそれ。いやなんか B 級グルメの知識生きたことなくない。いや最後もう一回信じてみない。海の家でのラーメンとか焼きそばなんてもう、うん、B 級グルメのもう。いやでもチョコバナナ知らないんだからラーメンも焼きそばも知らないんじゃないか。確かに、なんでチョコバナナ知らんのやろうな。B 級グルメ好きなの。カッペリーニはないのかとか言われるぜ。じゃあ紫外線対策。その花火理論で言うならね、うん、どっちがいい。もう全然。ミオちゃんを取るか設楽先輩を取るか。いやいや、そういう2択にはならないでしょ。いやまあどっちも悪くはないと思う。だいぶイントゥーブルーがもう分かれるマイナスっぽいもんな、うん、まあでも暑いなっつってるから、その進めるところ行きたいんじゃないかな。あー確かにな。そのあんまここにいたくない。うん、浜辺にいたくないっていう。焼けたくないし、対策したとてかな。じゃあ海の家行くか。行こう。ああほら冷たいものな。おほら日陰入りたいから。はいはいはい、そうね、日陰入りたさがもう手でもう自分で日陰作ってるもん。まあまあだって、まあ、まあ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 でも悪かない悪かないよ。痛いんだよ。あれ、あ、ごめんなさい、日焼け後に。でもまあ気分転換くらいにはなった。まあ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 、いやいや、オッケーオッケー。まあ目的は水着を見ることだから。先輩大学だと便所飯だから、それに比べればもうどういうイメージやねん。孤高の天才だから。どうしたか、もうでもね帰り気にしない。え、なんでそんな何度も起きるものなんですね。何度も起こしてください。なんだ、ためでコスクシクシ なんだ。え、あれ来ねえぞ。あ、ため、あ、来た、鼻。あ、おし、ずれてる、大丈夫。大丈夫、早いんだな、喋んのが。これ、ダメダメダメ。チュンとチュン、チュンチュンチュン、チュン、泣いて泣いて。オッケーオッケー。くすぐったい。触り魔だったんだな。どうも、触り魔です。地獄の底から蘇ってまいりました。はい、くしくしくし。はい、チョコン。触り魔、じゅん。やれるな。猫か。いやー、もう悪魔だったり猫だったり。我慢してるだけだ。
我慢してるんだって。今の表情すごい良かったな。なんかね、あのそのタッチのやつやろうとするとウィンドウが次行っちゃうんだよな。あー、集中できないね、これ。この視線もいいね。どうかしたか。普通にスマホで写真撮ってこれスチルにしちゃおうかな。くしゃっとやって、鼻ため、あー、見逃した。これ本当にね、結構シビア。やったい、やったい。あー、ダメダメダメ。オッケーオッケー。押す。ダメ。おい。はい。これ以上は先に考えないぞ。責任問題発展します。ため、下ため、上ため。こんな焦らんで動かなさなくて大丈夫。やめるなよ。意外と耐久。あ、やめない。あ、子供がいいんだって。こっち見るな、近い。ダメダメダメ。おくしくし。どっちだこの。おい、これ以上は責任取れないぞ。はい、責任問題に発展。遺憾の意を表明。各紙は追及。そしてさらに、やめるなよ。もうやめない。このままずっとこのまま。お前な。エターナルクシクシ。知らないぞ。知らない。知ってほしいんだよね。俺もどうなってもいいよ。この口角、この口角、鼻クシクシクシ。そしてこの待て、この目もいい。あ、ちょっとこれ終わっちゃった。いや、さすがによ。って言うんだ。俺にどうしろって言うんだ。キュイーン、来た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 、確変入った。もう兄弟してくれ。これはもうセクハラでしょ。だってこんな顔が。よっしゃ、やばいって。これありがとう。あー、もう昇天。止まれ。はい、はい、あ、はい。あ、はい、あ、はい。これなんなん、この鉄子の。あ、はい。急に冷静になった。急に。それは俺に対する挑戦なのか。あー、はい、はい。それって自分の行動を振り返ってみろ。はい、はい。まずいじゃん。はい、はい。ゴジラの方がまずいじゃん。そうじゃない。さっきからすいません、あちこちベタベタ触る行為だな。喜んでるものだと。そんなに触ってました。お前無意識だったんだよ。お前だけ自覚ないのか。してんの。すいません、ただ手が勝手に伸びて。外骨格やべえやつ。俺が動揺すると思ったんなら大間違いだからな。そんなつもりなかったんだけどな。本当にか。ちょっとペタペタしただけなんだけどな。ちょっとのレベルがね、人によって違うからね。徹子失敗失敗。嘘だ、これ確信ある。ほら、はあはあはあ。これも魅力持ち上げきっちゃおう。もう夏のデートはさ、先輩来たんじゃない？俺。違う。今度の日曜。いやちょっと心鬼にしてさ、いやもういやいやここどういや。まあ能力上げなきゃね。いやそう。その二頭追うものはになっちゃうんじゃない？ごめん、ちょっと4時間か。いや暑いよ。爆弾つかないかが心配なんだよな。あ、高一、そうか、三角関係じゃなくても飛んでつく可能性ある。いや全然あり得ると思うんですよね。あんま後半で爆弾つきたくはない。昇進モードになってほしくないけど、まあ今度の日曜休もうと思ってたんだよな。このなんかあの暇かって言われると別に予定が入ってないんだけど、休むことによってストレスを解消するための曜日だったから。それをね、用事というか。苦しいな。徹子悩み方社会人じゃん。休むっていうのをしっかりした用事カテゴリーに入れちゃうのってもう。休息休むも仕事だからね。ここで回復する予定だったんだけどな。いや用事じゃない。用事じゃない。ちょっと用事か。ちょっと確実にしたら先輩行きたいし。ちょっと用事か。分かった分かった分かった。ちょっと用事って言うと俺が言っとこう。頼むわ。ちょっと俺が言っとこう。ごめん、俺からだと角立つからさ。ごめんなさい。そうか、用事か。ごめんね。あ、まあ大した用事だね。気にすんな。そういうこと言われるとちょっと な切なくなっちゃうんだよね。今度また。いや悪いことしちゃったな。小一くんと設楽くん先輩が意外とつながりあったんだよね。謎の。あーで日曜ね。よし、
ポップコーン買ってきてうちでネットフリックス見ようーっと最高の休日さーって寝るぞ寝るぞポップコーン買いに行くとき絶対こいつに見つかるなよいやでもあそこでストレス回復しないときついんだって今週。ポップコーン我慢しとけって。いいね、まだ行楽と恋愛がいいね。じゃあまだここも魅力上げきる。9月入る時ぐらいまで魅力130まで行きたいんですよね。そうね、30は行きたい。今度はそしたら気配りと運動が減ってきたから、あ、こうくんだ、こうちゃんで、で、ここで一緒に喫茶店寄ろうって言って、別にその引いてるわけじゃないよっていう。これ、あぶね、うお、これなんかちょっとつんけん、なんかつんけんどんな感じ見えた。ちょっと待て、お、ん、大丈夫だ。こんなこともあろうかと今日は昼飯を。なん、なに、お昼ご飯。なんでもねえ、行くぞ、サテン。サテン、サテン、サテンって言うんだ。今回さ、うん、あの飯イベントなくない？変なメニューが出てる。いや、あれはもうガールズサイド4まで。あ、4ですか。4だけ？4だけです。だけなんだ。その作品が育ってた結果あれが出てきた。あ、毎回じゃねえんだ。好きな女の子のタイプってどんな感じ？はあ？これ意識させすぎちゃう？ちょっと。なんでそんなこと答えなきゃなんねんだよ。意地悪だよ、デートとか。いいでしょ、私だけの秘密にするから。外国か、これはちょっと爆弾ついちゃうって。どうして、どうしてもだ。なんでなんで、教えてよ。もうちょっと、あ、胸の谷教えてよ。お前ど、制服改造して胸がすごい強調されるし。じゃあルカ君に聞いちゃおう。うわ、もう愛の爆弾、愛の爆弾、もっとたくさん追うことしてくれクレイ、クレイ、眠れないこの街の真ん中にフォー。あんま稲葉いじんなって。稲葉いじってないでしょ。いじってる、クレイ、クレイ。はい、どうしたの。まだ取り返しがつく。やばい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 、やばい、やばい、やばい。愛の爆弾がついてる絶対愛の爆弾がついてる。絶対愛爆弾。これ傷を負った星がある。マジかよ。聞いて、もう余計なこと、余計な歌歌うから。いや、じゃあ歌じゃないよ。歌で好きって、好きなタイプ聞いた。余計な歌歌うからさ。好きなタイプ聞いたのが悪いんだよ、これ。バンビが一人の。稲葉がついちゃったじゃん。いや、爆弾のこと稲葉。稲葉がついちゃったじゃん。爆弾のこと稲葉って言うんじゃねえよ。まあ、確実にこいつだよな。どうすればいいのよ。星の導き通り。これで玉尾先輩だったら笑えるけど。いや、まあ、楽ないと思うんだよな。傷ついている男の子が誰かを知ること。いや、これこうちゃんもありえるな。こうちゃんでしょ。藤山嵐もありえるんじゃない。藤山はブロークンハートが誰か。ブロークンハート、ありがとう。みおちゃん、ちょっと次の週末お願い。正体が分かったら早急に対処して、一番いいのは電話すること。ほんと神様だな。あのね、神様、みお様、ご神様。気になる男の子と仲良くなりたいのなら、はい、その人ともっと一緒に過ごすのが一番。はい、うん、デートとか下校かな。だからといって他の人を無視する。なるほどね。でもさ、傷口はすぐに。で、あの日曜は私、これがネトフリで、ネトフリで新ウルトラマン見たかったんだもん。なんで新ウルトラマンなんだ。愛の爆弾、もっとたくさん落っことしてくれ、私の好きな言葉です。なんとか成人じゃねえか。ごめんね、バンビ。ごめんね、今教えられるのはここまで。ごめんね、教えられるのはここまで。とにかく推し系彼女、道に迷ったら占ったり。ありがとう。あとは星の導きのままに。こうちゃんですよね。まあ、こうちゃんが書く可能性一番高そうだけどね。さーて、午後の授業だ、教室に戻らなきゃ。違う違う、まだそこは出ちゃダメだ。ルカじゃない。あ、ルカか。ルカこうだ。あ、だってそれじゃあこうの頭に落ちる。うん、おう、そうか。じゃあいつ出りゃいいんだよ。何してんの、二人して。書く。ここでめっちゃ傷ついた感じ出されたらどうしよう。練習。何の練習。大阪ちゃんに黒板消し。あ、大阪半端ないって言って。バカ、こいつに喋ったらチクられんだろうが。鉄子チクリアだと。すげえ嫌な。鉄子触りまでチクリア。そっか、あいつに言うと筒抜けになるっていう。めっちゃ嫌じゃん、男子への触りまでチクリまで。クラスの女子から絶対嫌われるじゃん。ソース感食らうぞこんなの。ん、なんか悪だくみ。違う違う、しかも人気の男子とこんな仲良くてね。
ちょっと待って、受験期にそんなことやってる場合か。この二人でも大学受験するのかな。そろそろ授業が始まるな。ボイちゃんだってガソリンスタンドで正社員で働くでしょ。あれダイナーは、あでもそのっけ、ね、遅れちゃう。いや言ってはいたいけど、お前も遅れんな。ルカはどうすんだろう。あ、花屋か、ルカってバイトはね、お花屋さんとガソリンスタンド屋さんになるから、ね、どこまで行ったからさ。で、二人でお金貯金貯めてダイナーって。ダイナー、あんまそっかそっかそっか。よいしょ。まず確認はするか、一応。あ、当たり前当たり前、知らない人にね、もしかしたらついてるかもしれないから。知らない人、知らない人。まだ出ぬはてなはてなのキャラに。評価こう、さあ、うわ、ルカなんだ。ルカの方か、藤山ではなかったな。はー、うわ、これちょっと意外。いや、うわ、もうちょっと待って、もうハートがはみ出てるじゃん。本当はね。まあルカか、まあルカもありえるな。いや、これでもルカ消えたら次コーデみたいなさ、爆弾の連鎖ありうるぞ。いや、だからルカだ、ルカのデートか、ルカとデート行こう。電話じゃダメなんだっけ。電話するし、まあデートも行くっていう。デートも行く。いや、行くよ。ちょっとルカに冷たくしすぎたな。なんかあの三角関係も発展しないようにさ、やっぱ止めてたもんね。そうね、まあ、はい、結構ぐいぐい来てくれてたな。平気、ぼーっとしてただけだから。うわ、ちょっと意外だったな。なんか、いや、でもこういう元気なタイプの方がなのよ。それめっちゃ悲しいじゃん。はい、海行く。あ、まあ、でも気を持たせすぎてもダメなのか。愛の爆弾歌う。愛の爆弾歌うか。愛の爆弾歌おう。まあ、設楽先輩で行けないところだからこそみたいな。あ、まあ、そうだね、うんうん、仮にバレたとしても、あ、でも設楽先輩からお聞きないかと思って、はいはい、うん、いいよ、私は歌ってみた動画投稿しようと思って歌の練習したかったんです。そうそうそう、って言って。ちなみに今回カラオケ企画考えてて、ビーズ縛りなんですけど、それでもよかったら来ますみたいな。よかったよかったよかった、これでうまくいったでしょ。これでとりあえず消えるか。お、見晴らし来てんだ。あ、三軒、あ、こ、なんかいたね。これはね、ワに出てくる人なんですよ。はいはいはい。あ、息長いな、これ。息長いとか言うな。ずっとでしょ、だって三原さん。うん、だから、確かにちょっと、あれだね。設楽さんと行くのはありだな。あ、でもまあ、もう時間というか、能力上げる余裕だね。そっちの方がいい気は。いや、だってさ、聞くのあれってどれだっけ。有効じゃないよ。聞くぼりって何だ。ミオちゃんと遊んだら気配り上がるの。あれ、気配りはミオちゃんとか。あ、そう、気使ってんのかな。カク、はい、お前裏でやった、みんなのお姉ちゃんって呼ばれてんだと。それは気軽に妙なあだ名つけてんじゃねえよ。たく、何に送ってんの。これ何イベ、何に送ってる。人付き、うまくいってるんだな。覚えられてはいるんだよね。あ、みんなのお姉ちゃん。あ、藤山くん、なんでだ。買う買う買う。なんかね、嵐くんだけで、ね、なんか評価激低いのがちょっとやっぱね。まあでも。でもさ、あんな嫌われてる人に俺、夢メーカー製のスポーツバッグ買ってあげんの。好き嫌いがなくなる本買ってやりたいよ、俺はさ。そういうなんか、ほんとみんなのお姉さんすぎない、なんか。買ってあげるよ、夢メーカー製のスポーツバッグ。あと、藤山くんの選択肢だけさ、プレゼントしないじゃなくて、プレゼントなんてって言葉入ってなかった。あれ、みんなプレゼントなんて。うん。うん、なんだ、えらいね、あんま好きじゃないのにあんまその感じ出さないのね。もらってもいいのか。いいよ、すいません、これ評価を戻してください、ね、見継ぎ物でございます。みんなにこうしないと。ちょっと気になってたんだ、これ。よかったよかった、いいタイミングでもらえて倍嬉しいや。おー、どうもな、大切に使わせてもらう。あ、よかったよかった。ちょ、藤山くんもまあどんな人かは気になるけどね。いや、確かにね。いや、もっとね、藤山くんと向き合ってたらもっとね。いたいた、知らない分来た。今夜行く行く行きますとも。やった、バンビ愛してる。あざ、そこまで。じゃ、また後で。じゃあね。よし、いいね。私の今足りないことを教えて。ローズクイーンになるために私今何が足りないか教えて。でね、魅力はもうかなり上がってきたから。火のうちど。さーて、お茶入れよ。正直ね、あとはその気配りと運動がちゃんと上がれば、全部能力が
ある程度のラインを超えると思うんだけど、おっとこんな時間、じゃあ部屋行こっか。いやよく撮れたなガルサイルフォンの時、うん、うん、かわいい。カレン、あ、しまった。おじさん臭い。あ、いや、眼福だねえを聞きそびれて。ねえねえ、はい、ところでバンビ、はい、何でしょう。今、気になってる男性、はい、恒例のね、ガールズトークですよ。正直に答えて。はい、これも言っちゃっていいんだよね。いる。います。います。誰？気になってるっつうか、もうほぼ付き合ってます。まあ、そうね。ダラさんです。ダラさん。設楽先輩、あの人も人の子だったんだね。うん、どういうこと？言い過ぎ。人のこと好きになったりとかするんだよね。確かに穏やかになった。わかる？なるほどね。こんなの私が変えたの。確かに設楽先輩のバンビを見る目変わった気がする。うん、うん、観察対象としての興味を超えている。はい、素直じゃない。いや素直じゃないのよ、だろ、本当にね、わかりにくいの彼は。本当にわかりにくいよ。うん、そうなのかな。今のバンビではまだダメ。え、ここから成長すれば。何がダメなの教えて。バンビを取られるなんて嫌。今のままでいいじゃん。ちょっとカレン真面目に話そう一回。それはバンビが決めること。あの今そういうノリじゃないんだわ。何かね、ダメなんだ。さて、単純にいい時間だし足りてなさそうだ。そろそろ寝よっか。その要するにダラさんを落とすための能力があんなにベタベタしてあんなに好きだけど、うん、でもダラさん、まあ、ダラさんのキャラクター的なこと考えたら芸術家ダメ。芸術なんですよね。だからあのそれぞれあるんですよ。だからタモン先輩と最終的に結ばれるためには、うん、こんだけの勉強の能力が必要とか、学力ね、そうそう、とか、あの藤山先輩だったら、藤山君だったら筋肉とかね。多分タラさんの場合は芸術センスなんですよ。だからある程度の芸術が超えてこないと海外に連れていけないぞみたいな。あ、フランスのね、話なんじゃない？シャンパーニュ。いやでもここからさ、学園祭、文化祭あるでしょ。ある。だからまあとりあえずローズクイーン一応目指してるからギリギリまでは全能力上げるけど、最後はもう思いっきり芸術っていうイメージで考えてます。何じゃうかな。デートしてる暇ほんとないね。ないね、ないです。なんなら 1,2 年目の時遊びすぎました。最後単位を取るためにめちゃめちゃ急がなきゃいけない。ありがちな大学生みたいになっちゃった。しゃーベタな失敗してんじゃん。早く先に単位取り切りたいのにな俺はね。じゃあウルトラアクティブでいくか。そうね、まあ温度的にもややアクティブか。まあいいんじゃない、まあ、いいんじゃない、スポーティーでいいんじゃない、スポーティーでいいんじゃない。いやもうローズクイーン諦めた方がいいのかな。もう見てるしな学祭わざと。なんかさ、でもローズクイーン目指したらおのずとそう設楽先輩もついてくる。慌てるとこ見たくて。確かにね、設楽先輩に見合う女性になるためにもローズクイーンを取りたい気持ちはあるけどな。嫌なんだ本当に。ダメだ、本当に嫌なんだ。そういう服あんまり好きじゃなかったけど。はい、ああ、スポーティー好きじゃなかったな。見るとすごく新鮮。着てるやつ次第に。ちょっとね。いつもの設楽先輩のテンションで触ったら普通に嫌がられちゃった。あ、本当ちょっと気をつけよそれ。そうね、ごめん。今日は耐久カラオケね。覚悟はいい。ちょっとビーズだからマジ喉壊すぜ。お、結構いい部屋。はいはい。なんか歌うぞーな気するけど、歌うぞーだよね。まあそうだよね、うん、ここシンプルでいいよね。うん、これにしますか。そうだね、うんうん。ゲリゲリちゃんナイトボクダメだ。俺がもう入れた。そんなことある？そんなバカなことある？全然噛み合ってない。なんかさ、空気が重くない？先に入れられたから。さて、そんなことある？うちまで送り届けるか。カラオケ好きやんルカ。何ぼーっとしてんの？別に空気で、え、空気重くないよ。カラオケでね、盛り上げればいいじゃん、その。別に先にルカが入れてもさ、でも私も別に歌うぞーって言ってるけど、うん、2曲目でいいよ。別に、あの別に、一番じゃないと、すごい機嫌悪くなるとかじゃないから。めっちゃトップバッター行きたいで、なんや、ルカも難しいんかい、選択。今回むずいな。これ爆弾もう考えない。爆弾は取れてるはず。
運動もやりたいけどちょっとまだ行楽だな。芸術も考えたら花椿さんと遊んだ方が芸術流行が上がる。あ、魅力も上がるし気配りも上がるし花椿さんと遊ぶのありだなこれ。あ、魅力と気配りか。流行もちょっと上がるね、うんうん、かな。なんか気づいた流行クソ上がってるな。そうだね、150いくともう安心なのかね。150は絶対安心なの。芸術上げて気配り上がったりするかな。関係ないかな。そうね、ちょっともうこれ普通に能力値で一回回復するか。休みだし。そうね、回復しろ、うん。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。